新井修司チャンネル。和歌山県の旅。日本三古湯の一つ、南紀白浜温泉。醤油の発祥地。湯浅町。最後までご覧ください。
どうでしたか？南紀白浜そして湯浅町。長旅であったが疲れを忘れた。良い思い出になりました。次は三重県伊勢志摩を訪れます。ご期待ください。